小石、ここはどこなんだぜ。わからない、なんとかぼーっとしたのかしら。それはお前のことだろ。でも、私が小石に牢屋から出ようなんて言ったのも悪かったな。そんな、マリサが悪いんじゃないよ。でたらめをした私がいけないんだ。そこの迷える子羊たち、一つだけ希望を与えよう。薬草うっこフェユチズッコマリサのアホかスバカを断固なす、という薬のありかを教えよう。おい、さらっと私をディスるな。あと、名前違うし。では、お主たちが知っているであろうもののところまで転送するぞよ。ここはどこなんだ？あれはヌエとマミゾウ、何をやってんだ？おい、ヌエよ。この薬草が詰まったフラスコをよくも持ってきたな。え、持ってきたらやばかった？安心せい、これ花ありとあらゆる病を治す秘宝じゃよ。そう、ちと、最近病気が流行しとみやしってな。どうも気をつけているところじゃ。でも、そこの魔法使いと悟り妖怪が何とかしてくれるじゃろ。なあ、お主ら。あの声、マミゾウだったのか。ああ、ちょっと悪口言ってしまって悪かったな。お主らが来るじゃろうと、その3の後編で密かに見ておったわい。え、その3にマミゾウは出てないけど。まあな、カメラに映らないが問題だからだ。そうか、でも、マミゾウ、待ってた何かあったのか。お主らは変な器用に前を取られているじゃろう。どうはずっとそれを深く見ておったわい。どこかの隙間妖怪がいる、考察とやらを。ちと、話が長くなるが構わないか。あの会社派の、昭和。つまりまだ電気が発達していなかった頃の話だ。そいつはもう親父がうるさいくらい街の活気はひどかった。一つの会社はそんな社会の中身だった。歩行社会を歩んでいたのじゃよ。どうはな、てっきり、明るい未来を進んで行ってるじゃないかと思っておったわ。で、そいつの名前はデコポイ会社という名前で成立した。その後も会社の数が増え、商売で争う社会が当たり前だった。堂々とこれからの未来を見ていた人の社会風刺は何かを揺さぶるものになっていたのじゃよ。こんな、社会に一人だけ孤高の人間が何をすればわからない状況をたった一人で進まないとならない。それに手を出した政府もいた。だが、政府の言うことさえあだとなり、そいつらの独裁社会のカモになった。どうはぬえに聞いたぜ。遠い昔は働いていくのが当たり前だと。そうじゃろ。人間ってさ、生きるために飢えと渇きをするための用意を死ぬまで繰り返している。物を物にするにも必要なお金で手に入れる。世の中は常にこうやっていかないと、世の中は簡単には渡っていけないのぜ。堂々と恋愛が交差する世界に人間は居心地いいと思うのか。ネットで悪口を叩き込む輩はもう来世では、ありんこ同然。どうは、常にこう思っていた。お主らも幻想郷で暮らしているが、外の世界には自由が管理された社会が存在するんじゃ。管理される自由？それは誰も望まない。学校で覚え、社会に出て、世の称号を知る。歩み出す命は希望の幕壁を乗り越えて自分の夢に変わる。一つの花が大きく成長したかのように。ここは、どこなんだぜ。ま、ま、
リサ、覚えてないの。どういうこと？私たち、上のやつに変なマシンガンを撃たれた後、変な怪物に食べられたんだよ。っていうことは、ここはその怪物の体内。おい、どうすんだよ。このままじゃ、私たち利益にされちまうぜ。脱出するには、どうすればなんだよ。マリサ、ちょっと静かにして。何かが聞こえる。ははは、いいぞ。次はここだな。本当だ。もしかすると、私たち以外にもその薬草を取りに来ようとして、最悪にも捕まって、怪物に食べられたんだよ。まだ溶かされていないということは生存者。かもしれないわね。言ってみる価値はありそうよ。わい、ドクトーメン最高。なんだここ。怪物の体の中なのになんでこんな施設が。マリサ、やっぱり誰かいたよ。静かにしてみろ、なんか会話してるみたいだぞ。ねえ、今度はどこから攻めていく。政府にも警察にも知られないし、もう私が最強じゃん。そうだね。私はビクビクしてるんだよ。なんで？そりゃ、いつ誰がここへ来るか。バカ、こんな怪物の体内に施設を設けてしまえばもうこっちのものよ。だから怪物の体内にシェルターを作ったの。私、万全で。いや、が言う通りなのか。どうやら、あの二人は怪物の体内で身を隠しているらしいな。もしかして、デコボイコンポレーションとかいう企業の一味か。マリサ、そろそろ、あの二人に前を出すわよ。すみません。はい。誰なの？お化け。ここは怪物のお腹の中ですよね。そしてあなたたちはこんなところにシェルターなんて構えて何をしでかそうとしているのかしら。違うよ。私たちはね、地域の平和とかそうとか。はい、怪物の体内で地域の平和活動。おかしくありませんか？いろいろと。もう行かないよここね。ほら、すみません。私は本当はこんなことなんてしたくありませんでした。私がやりたいなんて思っていないし、ただただあの会社のせいなんですよ。何か、君と遊ぼうかい、だ。ということは君はただただその会社に慕われていたわけなのか。で、その会社は、デコボイコンポレーションです。やっぱりか。黒幕はその会社にあるんだな。はい、だから私の分をあの会社に返してください。お願いします。任せろ、私たちもその会社が標的だからな。よかった。もう命令なんてされなくて済むんだ。ありがとう、私もそこで迷っていたんですよ。では、あなたたちを外へ出してあげましょう。お前らは？私たちはまだここでやるべきことが残ってるんです。その片付けが終わりましたら、外へ出ようと思います。そうか、頑張れよ。いやー、助かったよ。いきなり木から落ちてしまって、絆創膏なかったからリボンにしたけど、大した大怪我ではなくてよかったね。ここは木が多いですから、よく見てふらついてくださいね。ところで君たちは何かと、デコボイコンポレーションの情報とか何か知ってない？デコボイ、あの大手の。そう？今はみっちり大手ではないよ。ここ最近の話だけど、製造工場があるらしいよ。良くも悪くも効かない薬。それを空から振りかけて、病気を増やしているという情報ならみっちりあるな。本当か？ガセではないね。あたぼうよ。有力な情報にガセはないですよ。それで、どこで知り尽くしたんだ？インターネット。どこ？インターネットかい？いや、その会社のホームページが最近リニューアルしたらしい。あれ、閉鎖してたわけなんだけどな。それがまた解説した模様だよ。あなたはそんなにデコボイコンポレーションに執着してんのね。私は何としてでもあの会社に対抗熱があるのよ。だから、可能な限りでデコボイコンポレーションの機密を知らないとダメなの。